もう三十数年前で、37、8年前になるんですけど、当時はまだ成田空港開港して間もない頃で、パンフレットを見た時に、西の京大、東の東大っていうことで、武蔵野の調子学校っていうのはもう関東ではね、ナンバーワンっていうことで、設備とかそういったのも充実してるっていうところで、まずそれで憧れでね、入りました。で、高校生の頃に、レストランでアルバイトをしてたんですね。ステーキを焼いて、お客さんにお出ししてっていう流れで、まあ、ある老夫婦だったんですけど、お客さんの方からシェフを呼んでくれと。で、シェフじゃないんですよ。私なんかアルバイトの身で、当時は。なんですけど、いや、なんだろう、何か間違いが起きたのかなとか、そんな感じで、恐れ恐れ言ったら、お客さんに、いや、美味しかったよと。すごくこう褒められましてね、本当に10、16、17とかね、まだ若い時で、まだ自分が何していいのかとか、こう方向性も全然わからないところで、お客さんにこんなに喜ばれて、これで、一生これで自分で仕事としてやっていくにはすごい魅力なんだなと。お客さんも幸せになって、自分もこう、すごいこう、幸せになれるって、なかなかこういう仕事ってないんじゃないかなっていうところで、間違って飛び込んできちゃいました。